今回の動画は漢字の読みクイズ準2級編です。表示される漢字の読みを5秒以内にお答えください。問題は全部で20問です。それではクイズスタートです。この漢字、何と読むでしょう？正解は、丁寧。動作、態度などが存在でなく、礼儀正しいこと。この漢字、何と読むでしょう？正解は、核心。中心となっている、大切なところ。この漢字、何と読むでしょう？正解は、統括。包括的にまとめて、滑ること。この漢字、何と読むでしょう？正解は、厄介。手数がかかって迷惑なこと、面倒なこと。この漢字、何と読むでしょう？正解は、猛獣。自分で判断することなく、何もわからないまま従うこと。この漢字、何と読むでしょう？正解は、網羅。残らず取り入れること、余りなく尽くすこと。この漢字、何と読むでしょう？正解は、換算。ひっそりとしていること、暇な様子。この漢字、何と読むでしょう？正解は、自粛。尊敬する人に直接教えてもらうことはできないが、その人を模範としてしたい、学ぶこと。この漢字、何と読むでしょう？正解は、出木。飾り気がなく、純真、素直なこと。この漢字、何と読むでしょう？正解は、逐次。順序を追って次々に、順次。この漢字、何と読むでしょう？正解は、女系。自然の風景を詩文に書き表すこと。この漢字、何と読むでしょう？
正解は督促、約束や義務を果たすように催促すること。この漢字何と読むでしょう。正解は覆われる、上側に全体的にかぶさっている様。この漢字何と読むでしょう。正解は煩わしい、面倒で気が重い、入り組んで煩雑。この漢字何と読むでしょう。正解は座禅、座って行う禅の修行。この漢字何と読むでしょう。正解は受けたまわる、慎んで承知する、拝聴する。この漢字何と読むでしょう。正解は吟味、理論、品質、内容、罪状などについて詳しく調べ確かめること。この漢字何と読むでしょう。正解は矢面、敵の攻撃してくる正面、陣頭。この漢字何と読むでしょう。正解は余韻、音の響き、後に残る味わい。この漢字何と読むでしょう。正解は批准、条約に対する国家の最終的な確認、確定的な同意。今回のクイズ動画は以上となります。ここでは間違い探しなど様々なクイズをご紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。